Salutations, spooks, spirits, and specters, and welcome back to Corpse Party Book of Shadows. We will now enter the final episode, Ledge Drive. あの事件は学校で流行ってる学校裏サイトが絡んでるとかね。怖いわね。ああ、ちょっと前にニュースでも話題になったわね。プロフがいじめの温床になっているとか、出会い系の的にされてるとか。まだあるの？あれって。今でこそあまりニュースとかで表面化しないけど、まだまだ続いてるみたいよ。うちの子もやってるのかしらね。聞いてみようかしら。学校帰りの夕方、私はまた来てしまった。目の前に聖子の家のインターホンがある。もうここに来てから1時間以上ずっと襲うかどうか迷い続けている。このままいても本当に不審者だ。昨日も一昨日も私はここで長い間立ち尽くして家に引き返していた。今日こそはと思いを固めてきたんだ。意を決して襲う。曲がってる。いい子だな。よしよし、じゃあ兄ちゃんと手つないでいくぞ。ちゃんと買い物に行けるかな、ケイ、アヤ。うん、いい返事だ。私はとっさに物陰に隠れてしまった。ユウ君やあの子たちは確かに聖子の兄弟たちだ。そう、私はあの子たちに会いたくて来たんだ。何を話せばいいのかわからない。でも聖子は確かにいたんだから。この携帯の写メを見せて、お姉ちゃんだよって聖子のこと聞こう。大丈夫、説明すれば大丈夫。わからないなんて言うわけがない。私は心を決めて潜んでいた物陰から出た。ねえ、声をかけた私の腕を後ろから誰かが掴んで引っ張った。
長。気持ちわかるけど、ダメ。委員長、篠崎さんが首を横に振って私を制止する。みるみる自分の視界が滲んでいく。あの子たちに会ってどうするの？分かってるでしょ、結果は。私は涙が止まらなくなってその場にしゃがみ込んだ。委員長も目に涙を浮かべて私を見つめていた。私の気持ちを本当に理解して共有してくれるのは、天神小事件から生きて帰ってきたこの篠崎さんと、サトシと、岸沼と、ユカちゃんだけ。天神症で命を落としてしまった友達、聖子や鈴本さん、森重、宍戸先生は、私たちの帰ってきたこの世界では、存在自体が、抹消されてしまっていたんだ。中島さん、聞いて。うなだれて打ちひしがれて歩いていた私に、横を歩いていた委員長が意を消したように切り出した。私ね、天神小学校を脱出してからこの半月の間、ずっとあの学校を支配していた篠崎義江と篠崎幸子を、二人の家、篠崎家についてを図書館で調べていたの。あ、連続児童誘拐殺害事件の新聞記事にはちょっとしか幸子のことは載っていないし、その前の保険医開始事件については地域新聞以外には取り上げられてすらいないから、ちょっと大変だったんだけれどね。地面を見ながらポツポツと話す委員長の口調は、落ち着いた静かな決意のようなものが感じられた。霊やオカルトの話についてはこの子はちょっとした権威だ。私はなんとなく頼もしいような思いで彼女の話を聞いていた。旧天神症のあったこの経験の外れ、山あいの近くにね、あの篠崎義江の家があるらしいの。家、幸子と義江の。そう、この県内よ。そんな近くに？ええ、天神小学校はもともと私たちの地元にあった学校なの。そこに勤めていた篠崎義江の家なんだから、それほど距離は離れていないわよ。奈穂さんのブログにも載っていたんだけれど、あの人が幸子さんの片代のオリジナルをサルベージしてきた現地なのね。何かあると思わない？
そこには今でも篠崎家の呪いのオリジンが眠っているのよ。呪いを解明する何らかの手がかりがきっとあると思うの。私は思わず唾を飲み込んだ。住所も控えてきた。電車に乗れば1時間足らずで着けるわ。中島さん、調査に行かない？今から。篠崎の家。天神小学校では命に関わる思いをした。その呪いの元凶に接近するんだ。危険な目に遭う可能性は数倍高いはずだ。でも行こう、委員長。時計は午後の4時半を回っていた。寒くなり始めたこの時期だと、向こうに着いてもすぐに日が落ちそうだけれど、それでも私は、きっと委員長も、一刻も早く出かけたかった。何でもいい、現状を打開するきっかけになるものが見つかるのなら。私たちはすがるような思いで電車に飛び乗って、県の端にあるその場所へと向かうことにしたんだ。I began to wish I'd gone back to change clothes before we left. But if I'd done that, I'd have had to explain to Mom where I was going. And I sincerely doubt she would have been amenable to the idea. I could have always just gone anyway, of course. But then I'd be directly disobeying my mother and undoubtedly making her worry sick about me.The class rep and I were seated next to each other on the local commuter train I'd never ridden before. There were only two other passengers. Much like us, they were simply staring down at the ground and riding in silence, lost in their own thoughts. These last couple weeks had been brutal. All five of us who survived were feeling it.We were more exhausted than we'd ever been in our entire lives. But no matter how crazy people said we were, no matter how much our souls ached from the memories, we could never forget Seiko and the others. Every photo we had of them, though, be it on film or digital, had its face blacked out completely.And the scariest, saddest thing I could imagine was the passage of time. Because eventually, I knew I'd have trouble remembering what they'd look like. 聞いて。整理するわね。私たちだけは覚えてる。由井先生や鈴本さん、篠原さん、森重くん。天神小学校で命を落とした人たちはみんな最初からいなかったかのように現世の人の記憶から消されている。Why was she bringing this up? I just looked down at my knees, trying unsuccessfully to fight back the tears that were welling up in my eyes yet again. だけどこれを見て。ナホの霊界情報局、あの霊能力者の子のブログだね。何か気づかない？The blog's final entry was the one detailing the Sachiko Ever After ritual. But we already knew that.There were no updates after it because... あれ、ナホって人、確か死。そう。
The class rep nodded and looked into my eyes. Naho-san も天神小学校の中で命を落としたはず。どういうこと？理由はわからないわ。だけど、この通り、すべての人が存在を消されるわけじゃないみたいなの。調べたけど、同じようにあの学校で亡くなっていた響先生の存在も、この世にちゃんと残ってた。I was literally on the edge of my seat, leaning in close and hanging on her every word. She flashed me a smile. 希望を捨てないでいいよ。I was crying hard now, but for the first time since we'd come back, I could see the tiniest, faintest glimmer of hope in the darkness. It wasn't much to go on, but it was easily the best news I'd heard in 2 weeks, and it made me feel a lot better about this impromptu trip. Even just this one vague clue improved our chances of finding something at the Shinozaki estate.Significantly. At least now, we knew what to look for. Kishi Eki. 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 Kishi Eki.暗くなる前に何とか現地に行きましょう。え。終点の駅で電車を降りると、そこは畑や民家が並ぶ少し寂れた雰囲気の静かな農村だった。山あいの土地を開発しているためか、道が緩やかに上り坂になっている。人があんまりいないね。できれば人に会って話を聞きたいんだけどな。この辺りでは篠崎家は結構大きな影響力のある家柄だったみたいなの。そうなんだ。委員長も篠崎さんだけど、遠い縁者だったりするのかな、やっぱ。どうだろう。篠崎姓は全国にいっぱいいるからね。ねえ、道はこっちで合ってるの？こっちだと思うんだけど、目的の住所、実は番地の詳細までは分かってないんだよね。あ、でも委員長の携帯ならほら GPS だっけ、あれでざっくりと方向はわかるんじゃないの？それがね、ここなぜだか位置情報を取得できないの。おかしいな。よくわからないけど。道は舗装はされているけど、ひびだらけで、細かな石や砂がいっぱい転がっているから、歩くたびにジャリジャリ言う。少しずつ空が暗くなってきているせいかな。見知らぬ土地を、こうして女子二人で制服で歩いていると、なんとなく心もとなくなってきた。ねえ、やっぱり人に聞いた方がいいよね。あのお家訪ねてみない？委員長が前方にある一軒家を指さす。そうだね、暗くなってきてるし急ごうか。すみません。
みません。ルスかな。他を当たろうか。うん。びっくりした。なんだろう。怖いね。離れましょう。なんか嫌な感じだけど、でも場所聞かないことには始まらないからね。よし、あのお家に行ってみよう。委員長は付近にあった青い屋根の民家を指さした。すみません。Definitely more inviting because they got a CG. すみません。はい。こんばんは。ちょっと道をお尋ねしたいのですが。玄関ドアのすりガラスを挟んで、女性の姿が見える。Oh, you can see it. Right here. 知らない人間の私たちの声にためらったのか、女性は少し悩んでから。はい？あ、こんばんは。突然ごめんなさい。私たち藤沢市から来ました。あるお宅を目指しているのですが、住所がわからなくて。あらあら、かわいいお客さん。もう暗くなるのに大変だね。よかった。優しそうな人だ。私は委員長と一緒にペコリと頭を下げて、おばさんと話をした。どこに行きたいんだって？この住所に行きたくて、でも番地の詳細がわからないんです。こちらのお宅なのですが。どれどれ。篠崎の家になんのよ。実は私たち調べ事をしていてね。あ、はい、学校のことで必要があって、おばさんは急に立ち上がり、強引に私たちの体を家の外に押し出した。あ、おばさん、何？出て行きな、早く出て行きな。え？何なの？篠崎家の名前を出しただけであんなに困ったね。辺りを見回すと、だんだん日が落ちてきている。まだ空は青いけど、街灯に明かりがつき始めていた。Lady is smart. You don't go to cursed places. 別の家探しましょう。篠崎家について教えてくれる人だってきっといるよ。そうだね。あ！おばさん、まだ立ってる。扉の向こう。本当だ。なんでまだ見てるの？行こう。なんか怖い。明るかったおばさんの表現に怖くなって、私たちは足早にそこを離れた。6時半か。
それから結構な距離を歩いてきた。だんだん民家は減ってきて、辺りは田んぼや雑木林が多くなる。山に登りつつあるみたい。この先に進んでも家なんてあるのかどうか不安になる。あ、車だわ。危ないわよ中島さん。うん。道路の端に寄り、後ろから来る車が通り過ぎるのを待とうとした。おお、どうした？おなごが二人でこんなところで。危ねえでよ。通り過ぎずに私たちの横につけた軽トラックから優しそうなおじさんが顔を出す。あの、私たち篠崎さんってお宅を探してるんです。篠崎？ああ、この辺で篠崎っつったらあそこだな。もっと山の中だ。 Thank you, sir. We can get this plot rolling. この先ですか？うん。よかった、方向合ってたんだ。けど、ずいぶんまで距離があるぜ。歩きだとまだ結構かかるじゃ。何の用があるのかわからんが、乗っけてってやろうか。 Wow, way to speed up the plot. 委員長と顔を見合わせる。少し迷ったけど、もう時間も遅いし、これは渡りに船じゃないだろうか。私たちはお礼を言って乗せてもらうことにした。一応三人乗れる車だけど、狭くてすまねえな。 He looks nice. いえ、助かります。歩いてじゃ夜になってたかもしれないね。まあ、俺も今じゃ篠崎の家の方まではなかなか山上がらねえからな。おめえたち、あんなところに何しに行くんだ？なんと言ったらいいのか、少し調べたいことがあって。調べたいこと？あそこに昔住んでいた篠崎義恵さんというお医者さんについてです。あそこはまあ自宅兼診療所でもあったから、昔はよく村人が通ってたもんだったがな。今はもう誰も近づかんし、どうなっとるかわからんよ。ずいぶん山道を登ってきた。この辺りからは管理もあまりされていないのか、道が悪くなってくる。タイヤが段差を拾って、車がガタガタと揺れ始める。いた！大丈夫？あ、平気。シートベルトしててよかった。すごい道ですね、おじさん。なんだかちょっと運転が怖い。横で委員長の頭がガクンガクン揺れてる。大丈夫かな？あの、おじさん、ちょっとスピードが。He just honked the horn. Ah!
破裂しそうな勢いで心臓が体の中で暴れている。今確かに人影が。私と院長は真っ青になっておじさんの顔を見た。大丈夫？聞いとらんわ。人や動物を引いた時はもっとすげえ音がするでな。なんだかこの人もおかしい。さっきまでの優しい雰囲気がどこかに消えてしまった感じがする。今の人影は。わからん。ほれ、ここから先はもう車が入れんよ。あとは歩きだ。行くのか行かねえのか。ありがとう、おじさん。待っててやる気。気が済んだら戻ってけ。こんなところに娘っ子二人ほったらかすわけにはいかねえしな。ありがとうございます。大丈夫？委員長。Yes, I bet it was. And we're going to go ahead and end it here. So thank you all very much for watching. And ciao for now. Ciao for now.